こんにちは、霊夢です。マリサだぜ。今回はモンタマ、メインとサブで引いていきますよ。モンタマガチャは動画としてはこれが2回目。これも貴重なガチャイベの一つだからな。毎月来るし動画として定番化していきたいとこだぜ。今回はレベル3で出るようになるクレパと狙いでいきたいと思います。どっちも持ってないからこの機会にぜひともゲットしておきたいぜ。クレパと狙いなのでいつも見たくレベル5までは貯めてません。前回このサブで見事カブ土当てちまったからな。艦隊組む必要も今のとこないと思うし、それならまだ持ってないキャラ狙いに行った方が効率いいからな。とまあこんな感じで早速引いていくとしますかね。メインで1体しか出なかったメリオダスでしたが、このサブではなんと2体、しかも20連で出た視聴者はいいはず。さあまずはサブ赤、果たして何が出るかな。この子はマルコポーロじゃありませんか。メインでは持ってたがサブの方はこれが初ゲットね。進化と神かどっちも火炎に連れてけるし、サブに少なかった回復持ちが増えたのはかなりでかいぜ。進化の SS ボイスが割と好きだしゲットできてよかったわ。お次はメインの方を引いてきますよ。こっちはまだカブ土ゲットできてないんだが、すでにサブで持ってるってこともあって現状、こと足りてる状態なので、こっちも本命はクレパと狙いで引いてくぜ。この前、スタミナ引いた時も出なかったしほんと欲しいんですよ。そん時の動画も概要欄に貼っておくので、まだ見てない人は見てくれよな。もちろん狙いはクレパとだけど、未所持キャラにラックが上がるのも大歓迎ですよ。月に一度のお楽しみ、今月の結果はどうなることやら。やったよマリサ、ともえ御前来たー。確かこいつはメインサブ通じて初ゲットだよな。そうなんだよね。最近の新キャラの中じゃ欲しかったキャラだからゲットできてめっちゃ嬉しいよ。本命のクレパとは残念ながら出なかったが、どっちもハズレじゃなかったし初ゲットできたしよかったぜ。みんなは今月のモンタマガチャ、何が出たかな？もう引いたって方もまだ貯めてるって方もコメント欄にて報告お待ちしてます。それじゃあ、今回はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。